西口2009年3月までの伊勢崎線、駅名標2009年3月までの野田線、駅名標、クレヨン新ちゃん駅名看板カス壁駅は、埼玉県カス壁市カス壁駅一丁目にある、東武鉄道の駅である。旧称は、カス壁駅。伊勢崎線と野田線が交差し、接続駅となっている。駅番号は、両線個別に与えられており、 東部スカイツリーラインの駅番号は TS27、東部アーバンパークラインの駅番号は TD10 となっている。単式ホーム、島式ホーム3面5線を有する地上駅で、東口、西口それぞれに駅舎と改札口がある。駅舎と各ホームは南、北日本の古墙橋で連絡しているが、東西の自由通路のような機能はない。構内には、 貨物営業を行っていた時の名残で側線があり、回送列車の対比等に使用されている。この側線には2番線と5番線という、運転番線が割り振られている。なお、6番線は現在は、欠番となっている。東部スカイツリーライン東部アーバンパークライン構内、配線、信号設備等西口駅前にある、早期立体化を求める看板東部鉄道では、 カスカベ駅利用者の利便性向上のため、各ホームへのエレベーターの新設、広報7、東側湖線橋の西口改札連絡通路の新設などの改良を行ってきた。しかし、上空人員だけで約7万人の利用があり、さらに、伊勢崎線と野田線の乗り換え客が約6万人ほど加わるので、1日の駅の利用者は約13万人にも上り、校内は手狭である。 また、春日部市は、中心市街地が、伊勢崎線、野田線により、東西に分断された状況を解消するため、長年にわたり、春日部駅の高架化を要望してきた。歩行者や自転車は駅舎に自由通路がないため、駅から約200メートル南にある、藤道稼働を通って行き来し、車は約400メートル南の内谷立橋化。 約200メートル北の伊勢崎線第124号踏切を使用せざるを得ない。地下横断歩道はバリアフリー需要ではないため、駅付近で車椅子、ベビーカーが通行可能なのは第124号踏切一箇所のみである。当該踏切は地元では大踏切と呼ばれ、埼玉県内でも有数の平数の踏切として有名である。 ピーク1時間あたりの踏切遮断時間は約57分で県内最長である広報8。2005年度に県事業の国庫補助事業である連続立体交差事業の着工準備採択を受けた。当初計画では内谷立橋の東側まで高架化される予定だったが事業期間と事業費の圧縮を図り工事期間中の影響を 最小限に抑えるため、2009年度に事業計画を見直して内谷陸橋より西側を広角間とした。また、当初計画では、伊勢崎線、上りホームを発着する線路が1線から2線に増加し、伊勢崎線が2面4線、野田線が1面2線の計3面6線となる予定であったが、2016年11月に東武鉄道から輸送改善計画が示され、 野田線のホームを2面4線とした計4面8線となる予定に改められた広報9。2018年度に説明会及び校長会がかすか市で開催され、第237回埼玉県都市計画審議会を経て2019年3月8日に都市計画決定された広報10。西口駅前、東口駅前広場には、 早期効果化を求める看板が立っている、広報11。2019年度の1日平均乗降人員は7万1071人で、ある、統計1。この値は、伊勢崎線、野田線間の乗り換え人員を含まない。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下表の通りである。近年の路線別乗降人員の推移は、下表の通りである。 カス壁、中央、及び南も参照カス壁情報発信館、プラットカス壁開業当初から駅の出入り口が設置された。近年再開発により、駅前広場が設けられた。日光街道宿場町の面影を残す古い民家がある。ララガーデン、カス壁駅、西口一帯の区画整理事業の進展に合わせて、1971年12月1日に開設された。 朝日自動車、平成エンタープライズにより運行される一般路線バスのほかすかべ市、コミュニティバス、春バス、東部バスセントラル、東部バスウエストにより運行されるシニア急行バスが発着する。1から3番乗り場があるロータリーより先、au ショップ前にバス停がある。一家のバスは校舎のみ扱う。かすか駅前に設置されている、クレヨンしんちゃんの看板。 東武鉄道東武スカイツリーライン急行、区間急行宣言台駅カスカベ駅、東武動物公園駅準急、区間準急、普通一の割駅カスカベ駅北カスカベ駅東武、アーバンパークライン急行、区間急行岩月駅カスカベ駅富士の、牛島駅普通八木崎駅カスカベ駅富士の、牛島駅当駅から、特急、アーバンパークライナーに乗車する場合、乗車券のみで利用できる。 広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料、ありがとうございます。